スパイダーマン2002、サムライミ版のスパイダーマ、もしくはスパイダーマ1-1。言っている意味がわからないと思うけど、ハリウッド版スパイダーマッパ3回リブートしているのぜ。ぶっちゃけスパイダーマッパこのサムライミ版の1-1から3とトム・ホランドのスパイダーマってある3-1から3だけ見ればいいです。え？ 2-1 から2は？知らない子ですねー。とりわけトム・ホランドのスパイダーマッパを見る前にこれを見るとトム・ホランドのスパイダーマッパ何倍も面白く見れます。シナリオは超絶正統派のお涙ちょうだいシナリオに出来上がっており、おまんじゅうたちは資料の腹渡の頃からのサムライミのファンなのでだいぶ味付けがガバガバですが一番好きです。プラトーンの頃からイレムデフォーが好きだって部分もあるんだけど、一番好きなヴィランでグリーンゴブリンを楽しんで演技してる感じが映画見てて、こっちまで楽しくなってくるのぜ、すごいのぜ。この映画はトム・ホランドではあえて封印したスパイダーマッパといえばこれだよねという、スイングアクションだったり、ベンおじさんが目をベラするに至る理由の作りだったりとかシナリオがパーフェクトすぎてグーの音も出ない。この映画の出来があまりにも良すぎたせいでスパイダーマッといえばスイングアクションだよね。ってなっちゃったのはあえてトム・ホランド版では固定カメラにして遠くのアングルから撮るという動きのない演出にすることで、新鮮さを出したりしてます。もう一つはサムライミ版は大学生の落ち着いた大人なピーター・パーカーなんだけど、トム・ホランド版は中学生のナードなおしゃべり野郎にしてて、いわゆるオタク特有の早口をしててこのパーフェクトスパイダーマッの対比や、差別化が完璧にできてるクソよくできたスパイダーマッなのぜ。サムライミガチ勢からのオタク特有のこういう風にこのスパイダーマッを見ると面白いよって部分で、サムライミはもともとエンタメホラーの巨匠なので、グリーンゴブリンが壁から出るシーンの腕の演技とか、強盗が突然の死をした後に来る警官たちの警察のおじさんのベレッタが一瞬キラって光るシーンだったり、ライティングや見せ方がホラーっぽくてリモールとベネすぎてあんこがバイブレーションします。ちなみにだけど資料の腹渡は主役が闇賭博の司会者してて、サムライミファンとしてはキャプテンスーパーマーケットってなるのぜ。この人はサムライミスパイダーマッ前作にスタンリー並みに亀を出演してます。いいねこれ。チャンネル登録。